族、眠いからまた今度と言っていた醜態を晒した二人でありますが、なんと対流が完全復活。さあみんな大好き対流、この復活を祝って先方は一軒。さあ対するはババにやる気で小賀流。大御前さあ中で暴れて、大御前投げトラップめくりから、あー発敗行く勝利、的確のコンボ、しっかりとゲージ一本の腰してくれ。ラドフのですさあ落ち着いたがポクポク当たる、この攻めが出てしまった、アッパー勝利。さあ逃げた竜巻を見過ごして波動拳飛んでいく。さあしっかり対空して勝利が後ろ行く、しかし外傷届かない、セミかな、投げトラップ。さあ一側はゲージがマックス、さあしっかりめくりからゲージをフルに使って、結構減った、しかもまためくり。さあ勝ったのは一軒バスです。なんかめくり立つ前からさ、レッパーって割と入れ込み気味になるのでは、確認できない、出が早すぎてた。さあ時報はアノマロカリスマイソンとタイル。さああのフードも見本にしたというタイル。さあ黒い道着に赤字巻きが帰ってきた、対空勝利を前進。さあ対するアノマロカリスバイソンは中級者優勝経験もあるバイソン。さあドンピシャーです、水上ジャンプ。さあ中足が当たらないのかバイソン、大事当たらない。さあお互い大事を絡めてしまったが逃げ出すわけない、投げて足しない、波動を当たる、しっかりと見ている、甘えたストロークを見直さない。さあジャックジャックジャックヘッド、さあ中足が当たらないのがバイソン。さあしかし今の後ろに乗らかったですね、後ろに透かしてしっかりと出さすという、当たらない上に、後ろ歩きもして、なお、非常にね地上戦を優位に持っていこうという感じで、バイソン馬もうまい、下段。さあさっきから必要に下段を出している、出し投げカンパンチ、これが食らってしまった、ダッシュコパンうまい、こうダッシュコパンで波動拳止める、カンパンチが相打ちだったが追いついていけなかった。さあお互いゲージが振る、前焼きで波動拳打ったが、ここはバイソン我慢した、あと一発当てればいい。コパンで暴れて、ここで中断になったが、しっかり投げるパチカード、中足波動、しっかりと中足が当たるところに行って確認のシンク、表から EX 潰しの中盤失敗したがガードしている。さああの距離では耐久勝利がつかされてしまうため勝利が出しづらい。さあダッシュ投げ飛んでめくり、
さあ前歩きの確認の波動拳の、下段が刺さる。さあさっきの中段はこの下段のところだったんですね。投げをドラップ、画面端に落ちめたのはバイソンだが、さあ小判から投げて、あこれは変なフレア当たったか、当たってないか、しっかり投げ EX、ダストガードしてダッシュで駐車場、駐車場当たらない、ダストハードを攻め返して、ウルコンが出なかったか。さあ勝ったのは太一。はい、ではしんちゃんば、しんちゃんよしチーム、はい、ではバンピー側です。戦法を教えてください。はい、はい、じゃあ 2P 側ウコン折れるチームです。はい、はい、こっちです。オルくんはしばらくいるんだっけ？まあ、普通に月曜に大阪にいます。あ、ありがとう。大変だね、なんかね。もう新幹線も慣れたみたいな。